HDR 写真。写真の中の明るい部分と暗い部分、どちらも快調に優れていて、人間の目で実際に見ているような自然でリアルな描写が特徴です。HDR 写真は簡単に作成することができます。多分、使うソフトウェアは Lightroom です。あともちろんカメラも。こんにちは、カキです。はじめに HDR についてです。HDR はハイダイナミックレンジの略です。ダイナミックレンジというのは映像が表現できる明るさの範囲を表しています。一つの映像の中の明るい部分と暗い部分を同時に表現することができる幅ということができます。ハイダイナミックレンジは表現することができる明るさの範囲が広い映像ということになります。カメラと人間の目では一度に捉えることができる明るさの範囲が違います。カメラの明るい部分と暗い部分を同時に捉えることができる性能は人間の目に比べて低いです。違う言い方をすると、人間の目の性能が良すぎるということです。特にこれは明るい部分と暗い部分の差が大きいと顕著になります。人間の目では自然に見えているけれども、カメラにとっては違います。明るい部分に露出を合わせようとすると、暗い部分が潰れてしまいます。暗い部分に合わせようとすると、今度はその逆です。これがダイナミックレンジが低いことによって起こることです。ダイナミックレンジを広げた写真を作成することができれば、人間の目で見る世界に近い自然でリアルな表現をすることができます。カメラのダイナミックレンジの性能は決まっていて、基本的に変えることができません。これはカメラの性能によっても違います。露出の異なる写真を複数枚撮影して、それを合成することによってダイナミックレンジを広げた写真を作成することになります。各写真の露出が適切な部分をいいとこ取りするという感じです。この露出の合成によって作成された写真をHDR 写真と言います。作成した写真の結果がどうなっていれば HDR 写真になったのかという定義が気になる人もいると思います。ここでは簡単にカメラ固有のダイナミックレンジを超えて人間の目に近い自然な表現ができたら HDR 写真になったということになります。まずは撮影です。露出の条件のみを変化させて写真を撮影することをブラケット撮影と言います。ブラケット撮影について少しだけ説明します。ブラケット撮影が必要になる理由はいくつかあります。カメラのファインダーやモニターが信用できないとき、あるいは撮影している状況で露出に自信がないときに露出だけを変化させた写真を複数枚撮影します。現像をするときに撮影した写真が1枚しかないと、もっと明るくすればよかった、もっと暗くすればよかったというときにどうすることもできません。もちろん現像で明るさを調整することはできるんだけれども、大きく動かしてしまうと写真のディティールを失う可能性があります。露出が違う写真を複数枚撮っておけば、その中から適切なものを選択することができます。これがブラケット撮影をする理由の一つです。HDR 合成をするときもこのブラケット撮影をすることになります。前提として露出だけを変化させた写真を撮りたいので三脚を使うことがベストです。手持ちで撮影した写真でも合成の時に自動で写真のズレを合わせてはくれるんだけれども、ゆるよい写真にしたいなら三脚を使います。そしてローデータで撮影します。合成をするのでローデータで撮影をしておけば写真の劣化を少なくすることができます。カメラによってはブラケット撮影に便利な機能がついているものがあります。オートブラケット機能です。カメラをオートブラケットにしているとシャッターボタンを押すだけで露出の違う写真を自動で撮影してくれます。ソニーのカメラを例に詳しく見ていきます。最初にオートブラケットの撮影は2つの方法があります。連続ブラケットと1枚ブラケットです。これはとても単純で、連続ブラケットはシャッターボタンを押している間に連続してシャッターを切ってくれます。早い。1枚ブラケットはシャッターボタンを押すと1枚だけ撮影をします。1枚撮影するとカメラが自動で露出を変えてくれるので、自分のタイミングでまたシャッターボタンを押して1枚撮影するという感じです。連続ブラケットは短い時間の中でブラケット撮影をしたい場合に向いています。1枚ブラケットは1枚1枚自分のタイミングでシャッターを切りたい撮影に向いています。状況に合わせて使い分けるといいと思います。次に露出を変えた写真を何枚撮影するか、そして露出の違いをどのくらい大きくして撮影するか選択していきます。枚数は3枚、5枚、9枚から選択することができます。7枚はなんでないの？おすすめは5枚です。合成には3枚あれば十分なんだけれども、素材が多いほどより正確で快調に優れた写真になる可能性があります。逆に撮影する枚数が多すぎるのもリスクになります。枚数が多いと撮影に時間がかかるので、フレームの中で何か動いてしまったり、カメラ自体が動いてしまう可能性があります。時間がかかる分動くものは大きくずれていくし、枚数が多いので合成の時に少しめんどくさいことになるかもしれません。そういう心配がない状況ならたくさん撮影して大丈夫だと思います。次に露出を決めていきますが、
ここから少し難しくなります。 HDR 合成は言ってしまえば露出が違う写真を複数枚撮影していれば自動で露出がいいところを使って写真を作成してくれます。オートブラケットを使わなくても手動で露出を変えて撮影しても大丈夫です。手軽に HDR 合成をしたい場合は露出の違う写真が複数枚用意できてかつ全ての写真が不自然でなければ大丈夫です。次の Lightroom の説明にスキップしてください。より高品質な HDR 合成をしたい場合はこのまま視聴を続けてください。オートブラケットは撮影する1枚目が基準の明るさ、全体の写真の中の真ん中の明るさになります。1枚目の写真を基準に露出の幅を広げていくので1枚目が明るさの真ん中にいればカメラのダイナミックレンジを最大限活かすことができます。カメラの露出の速攻モードを画面全体平均にします。その名の通りフレーム内の平均の露出を計算してくれます。この速攻モードの露出計に合わせて1枚目の露出を合わせていけばいいということになります。またはヒストグラムでも大体の真ん中は見ることができると思います。真ん中が決まれば最大値と最小値を決めていきます。なるべく明るさを幅広く撮影したいので白飛びをしないギリギリの露出を探ります。露出を上げていくとこの写真では EV プラス 1.7 までなら白飛びをしないことがヒストグラムを見てわかります。5枚撮影するのであれば EV のステップを 0.7 にすれば一番明るい写真は EV プラス 1.4 になります。これで白飛びせずかつギリギリまで明るくした写真を撮影できるということになります。あくまでこの写真の場合ですがこういう考え方で露出の設定をしていくことができます。暗い方に同じことをする必要はありません。オートブラケットは明るい方と暗い方同じ幅で露出を変えて撮影してくれます。そして1枚目の基準が真ん中にあるからです。さらに難しくします。 EV は明るさの絶対値です。オートブラケットは指定した EV 値の絶対量になるようにカメラが ISO やシャッタースピードを自動で設定します。 ISO をオートにしている場合 ISO を優先して動かして露出を変化させます。 ISO を固定している場合はシャッタースピードを動かして露出を変化させます。 F 値が変わることは基本的にはありません。理由の一つとしてフレーム内でボケが発生している部分があるときはそのボケの量が変化してしまうからです。シャッタースピードを動かしたくない場合は ISO をオートに、ISO を動かしたくない場合は ISO を基準に初めの1枚の露出を決めることになります。自分が写真に求めていることに対して選択をすることができます。 F 値で露出を変えることもできます。ただこれはオートブラケットではなくて手動で露出を変化させる場合です。フレーム内のものが全て過焦点距離の外にあってかつ F 値を変化させても過焦点距離の外にあるならばF 値によって露出を変化させることができます。この計算が簡単にできるアプリを紹介している動画があるのでチェックしてみてください。この露出の決め方は一つの例です。そして特別なことは何も言っていません。この理屈を息をするように理解できるようになるといい写真が撮れるようになると思います。オートブラケットはとても便利な機能です。あくまでこれはソニーのカメラの例なので自分の持っているカメラをチェックしてみるといいかもしれません。オートブラケットの機能がなくてもブラケット撮影することはできます。手動の場合はより直感的に露出を操作できます。白飛びや黒つぶれがないように露出の変えた写真を複数枚撮影できれば大丈夫です。手動の方が1枚1枚集中して撮影できるメリットがあります。デメリットとして撮影中にカメラに触らないといけないのでカメラが動いてしまう可能性があります。スマートフォンやリモコンで操作できるといい結果になると思います。撮影した写真を Lightroom で開きます。素材になる写真をすべて選択して右クリック、写真を結合から HDR 結合を選択します。 HDR 結合のウィンドウが出てきます。自動整列は写真のズレを自動で調整してくれるものです。手持ちで撮影した場合に効果があります。自動設定は露出やコントラストを自動で調整してくれます。後で自分で調整することもできるのでチェックは入れても入れなくても大丈夫です。ゴースト除去量は撮影の時にフレームの中で動いてしまっているものが半透明になってしまっている場合にそれを消す機能です。プレビューを見ながら調整をして最後に結合を押せば終了です。あとは自分の思うようにレタッチを進めていくことができます。 HDR 合成の結果を見ていきます。これが通常の写真です。これが HDR 合成した写真です。明るい部分と暗い部分の階調が保持されてまるで露出の達人が撮影したみたいな写真にすることができます。 HDR 撮影の技術はスマートフォンのカメラにも使われたりしています。これも原理は同じで明るさの差が大きい時に露出を分けて撮影して合成しています。でもそれはあくまでスマートフォンが
自動で決めて、スマートフォンの小さい脳みそで考えた写真です。レタッチにも向いていません。高画質で合成する各写真の露出を細かく設定できるのが、一眼で撮影をして、ライトルームを使った HDR 合成の魅力でもあります。ここまでの話を聞くと、すべて HDR 合成した方がいい写真になるんじゃないかと思うかもしれません。すべての写真を HDR 合成する必要はありません。はじめにも言いましたが、HDR 合成は明るい部分と暗い部分の差が大きい写真に効果があります。またはダイナミックレンジが狭いカメラにも効果があります。写真の中の明るさの差がカメラのダイナミックレンジに収まっているのであれば、HDR 合成をする必要はありません。写真は1枚だけバシッと撮影することが一番仕上がりが良くなります。オートブラケットを使えば簡単に撮影はできるんだけれども、複数枚撮影したり、合成する以上画質が低下する可能性があります。明るい部分と暗い部分の差が少なくて、コントラストが低すぎると平面的で不自然になる可能性もあります。写真らしさがなくなってしまう可能性があるので、使いすぎややりすぎは禁物です。HDR 合成の技術を持っていると、撮影の幅を大きく増やすことができます。自分の撮影の技術の一つの引き出しとして持っておきたい技術です。この動画がいいと思ったらいいねお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。